秋田県鹿角市八幡平。鹿角から八幡平の北部を抜け、盛岡へ続く国道282号線から米代川を渡り、秋田県道191号線へ。そこからさらに夜明け島川沿いの道へ入ります。山に囲まれた大地一面に広がる田んぼは爽快な景色です。そのまま川沿いにまっすぐ進んでいくと、路面舗装がなくなり、夜明け島林道の始まりです。この夜明け島川を源流部まで登っていった先には、日本の滝百選、茶釜の滝があります。ちなみに茶釜の滝は奈良の総門の滝と愛媛の御来光の滝とともに日本の滝百選の三大難攻と言われ、到達にはそれなりの体力や技術、経験が必要になります。中でもここは入り口に到達するまでが最も大変ですが、少し遠回りになっても良いなら、国道341号線沿いにもう一箇所入り口があります。林道は最後の方でほとんど崩壊状態なので、入り口まで少しだけ歩きます。この夜明け島林道から来る場合は川沿いに逆行するコースになります。川を直接渡るような箇所もあるので、沢登りの服装が必須です。コース序盤、早速大きな見どころが連続します。中規模の滝が連続してかかり、これを巻き登ります。切り立った断崖を越えるはしご、滝の落ち口の横を越えるなど、スリルと危険に満ちています。この滝を越えると一旦登りは落ち着き、コースは中盤へ。中盤に差し掛かると比較的傾斜は緩くなり、小さな滝をいくつかかけます。途中からは両岸が開け、序盤とはまるで違う様相になります。そしてこの白糸の滝を過ぎるとコースは終盤へと向かいます。気がつくと両岸切り立って、河原は細い廊下へと変わります。見事な柱状設備とほんのり色づいた木々がたまらなくいい感じです。細まった河原を登っていきます。水は入り口付近と比べて少し水温が下がり冷たいです。水の量も少し減った気がします。やがて正面に大きな岩山が立ちはだかると川が分岐します。
茶釜の滝は右側の方へ。まっすぐ登っていくと国道341号線のもう一つの入り口の方へ登って行きます。分岐の岩壁の素晴らしい柱状設理を見ると、すぐに茶釜の滝の下段です。ここからはしごを伝って一番上の段が見えるところまで登ります。まさに岩を長年かけて削り取ったような喧騒です。この日は割と水量が多いようです。ちなみに茶釜の滝は全3段100メートル、下から茶釜の滝、銀線の滝、そしてこの雲上の滝からなります。白く滑らかな美しい流れ、凄まじい岩壁、豪快さと優雅さを併せ持ったまさに名瀑ですね。